仕事を探してないか。仕事って？荷物の運び屋だ。 A 地点から B 地点に素早く静かに運ぶだけ。どうだ？続けて。歌舞伎の臨海地区に行って荷物を回収し、俺に連絡するだけ。届け方はその時に教える。で、肝心の報酬は？心配するな。ボーナスもつく。関税なしの輸入品だ。見てのお楽しみってわけね。ああ、損はさせない。単純かつ美味しい仕事だろ。やるか？わかった、やるよ。よかった、そう言ってくれると思ってたよ。歌舞伎の臨海地区へ行って、ノーフューチャーと書かれた冷蔵庫を探せ。中にあるものを回収したら俺に連絡しろ。その後の指示を出す。 OK、 じゃあその時に。サム、しっかりしよう。もうすぐリパーが来てくれる。くっそ、静かに過ごしたいだけだよ。Thank you.
はぜひオービタルエアーを選ぶことです。はいはい、覚悟はできてんだろうな。食いしばれ。仕事は単純明快よ。ある男が善良な市民を苦しめてる。そいつを始末してほしいの。業敵の名前はブレイク。ずる賢いクズよ。奴の詳細と手口に関しては添付を確認して。
りしたけど死んではないみたい。デニスの話を聞こうじゃないの。おい、どうだ、荷物はあったか。ちょっと状態は悪いけど問題ない。次はどうする？男を用意した車のトランクに入れてノースサイドへ向かえ。住所は GPS に入ってる。分かった。あともう一つ、クローズの連中には気をつけろ。その男を狙ってるからな。クローズって、クソ切られた。